4. ケンタウル祭の夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りて行きますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったりジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その電灯を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た、とジョバンニが思いながら大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て、電灯の向こう側の黒い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリ、カラスウリ流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはパッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだいザネリーとジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花を割った家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに、僕が何にもしないのにあんなことを言うのは、ザネリがバカだからだ。ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、さまざまの明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた町を通って行きました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、一秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの板に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の陣馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方でかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには3本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの、勇士だの、空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたい、と思ってたりして、しばらくぼんやり立っていました。それから、にわかにお母さんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニはその店を離れました。そして、窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って、大きく手を振って街を通って行きました。空気は澄み切って、まるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の6本のプラタヌスの木などは中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい檻のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、梅雨を降らせ、と叫んで走ったり、
青いマグネシアの花火を模したりして楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら牛乳屋の方へ急ぐのでした。